パーボ・ヤルビは、エストニア出身の指揮者。現在は、アメリカ合衆国国籍。指揮者、ネーメ・ヤルビを父に持ち、フィンランドの指揮者パーボ・ベルグルンドにちなんで名付けられた。弟・クリスチャンも指揮者、妹・マーリカはフリュート奏者である。父と、同じくキジタリンの音楽学校に学んだ後、父に従って渡米した。カーティス音楽院で指揮を学び、 その後ロサンジェルスフィルハーモニック音楽学校で、レナード・バーンスタインの訓導を受けた。他に、オーマンディ、ドラティ、ショルティ、マータ、バティスラにも支持した。2001年に、シンシナティ交響楽団第12代主席指揮者に就任した。1995年の初来日以来、日本での演奏も多い。2006年には、ドイツカンマーフィルハーモニーブレーメントの日本公演を、 行い、ベートーベンの公共曲全曲演奏という企画を成功させて大きな話題を呼んだ。これまでにウィーンフィルハーモニー管弦楽団、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、バイエルン放送公共楽団、ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団、ニューヨークフィルハーモニック、シカゴ公共楽団等、世界の主要オーケストラに客演。2006年には、 アワーズ交響楽団の2010年にはパリ管弦楽団の音楽監督に就任した。現在、世界で最も多忙な指揮者の一人である。ドイツカンマーフィルとベートーベン交響曲全曲を2006年から2009年にかけて録音したほかアワーズ交響楽団とはブルックナーの交響曲録音プロジェクトが進行中である。パーボヤルビは、グリーグ、シベリウス、 ステーンハンマルなどの北欧の作曲家の他にドビュッシーを得意としている。どのレパートリーの演奏、録音においても丁寧な音楽作りと柔和な表情、ニュアンスに富んだデリケートな表現、自然な息遣いと切々と訴えかけるような歌によって父、ネーメとの違いを明らかにしている。外して金管楽器を目立たせて爆炎に走りがちな父親とは対照的に 弦楽器のしっとりとした音色や木管楽器のまろやかな響きを強調する傾向にある。日本のオーケストラではこれまでに東京交響楽団、NHK 交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団などと共演している。2015年9月 NHK 交響楽団の初代主席指揮者に就任した。ありがとうございます。